日本を観光に訪れる外国人の数は不況によりここ数ヶ月、去年の同じ時期に比べ減少を続けています。そんな中、外国人が注目する日本の観光スポットについて調査した結果、意外な場所がランキング上位に入りました。これは大手旅行情報サイトが日本国内およそ1万箇所の観光地について世界8カ国のネットの閲覧数などをもとに注目度を割り出したものです。その第1位は東京の台所、築地市場。朝5時から6時過ぎまで冷凍マグロの迫力ある競りが見学できることから、世界各国のガイドブックにも紹介されている人気スポットです。そして第2位が東京ディズニーランド。ここまでは順当なんですが、実は第3位はここ港区にありますポケモンセンター東京です。浜松町のオフィスが立ち並ぶビジネス街の一角、そのビルの2階にあるのがポケモンセンター東京です。ハラポケモン、人気アニメポケットモンスターに関する商品が1万5000点揃っていて、週末は家族連れで入場制限ができるほどの人気スポット。このイギリスから来た一家はポケモンセンターに来ることが旅行のメインイベントなんだそうです。 I like Pokemon. We looked online and we looked for the Pokemon store and we found a Pokemon website that had all the addresses where the Pokemon store was. Oh, well, my son is Pokemon crazy. So now I don't know all the characters, but I know, I love them. But Pikachu, I know, of course. 店内には英語を話せる従業員を8人置き、外国人客に対応。世界でここしか買えないポケモングッズも扱うそうです。主に英語圏の方が多いんですが、それ以外にもフランス、スペインなども多くいらっしゃってますね。ちなみに外国人にはおなじみの浅草寺は第6位、京都の金閣寺は第7位。今や外国人にとって浅草よりポケモンなんでしょうか。今回の調査の担当者に伺いました。日本といえば昔の寺っていうイメージから、それにプラスして外国人の旅行者から見て日本といえばアニメだよねというイメージができつつあるんじゃないかと思っております。もちろん実際の来場者数は浅草も金閣寺もかなり上、しかし日本といえばアニメというイメージが調査結果に現れたというわけです。都内でも練馬区がこの4月から商工観光課にアニメ係を立ち上げ、予算1億円でアニメの街づくりに取り組むなどの動きが出ています。世界的な不況でこの2月に日本を訪れた外国人は去年同時期と比べマイナス 41% と激減。落ち込みを見せる観光産業の起爆剤となるのはこのキャラクターたちなのかもしれません。日本が誇る神社仏閣の人気が落ちているというのは少し悲しいところでもあると思うんですけれども、はい、今やアニメは日本を代表する文化ですから、うん、そちらを PR した方が外国人観光客を取り戻す近道ということになるんでしょうか。ネットをベースにしてますから若者が中心だと思うので、仕方ないかなという気もするんですが、ディズニーランドは近くにあってもポケモンは売ってないということは大きいでしょうかね。そうですね。私はね、この分野全く音痴でね、ポケモンというのはポケットモンキーの略だと思ったんです。だから5歳の孫にね、はい、ポケットモンスターって教えられたんですよ。はい、でね、外国人観光客にとってね、アニメの聖地は秋葉かと思ってたんですけども、浜松町だっていうことも、これも教えられましたね、このニュースで。